ややすすの草と山菜第35回子とううどどうどは山菜でもあり野菜でもあるといえるだろう。室で もやしのように育てた白く長いのは東京うど、立川うどなどと産地名を冠して野菜として売られている。また目の先が緑でもう少し丈が短く太いものを山うどと称してこれも八百屋に出回るから紛らわしい。山で取るときにはこの山うどと同じくらいの時期に見つけられれば 1> 1 2本取ってもよいが必ず根を残して土を埋め戻しておかないとその株は枯れてしまう「ウドの大木」といえば何の役にも立たないという意味に使われる言葉だがこれはウドに対して大変失礼だと思う「ウドは分類では総本だけれど大木」と言われてもよいほどの2メートルぐらいまで育つこともある。 ウドの良いところはそうなっても柔らかい若葉とつぼみは天ぷらなどで食べられることだ同じ右ぎかなのでタラの芽と似ているが香りの高さはうどが勝る太い茎も皮を厚めにむいてゆでればごま和え酢味噌などで食べることができる義母子にはいくつかの種類があるが山菜とされているのは 東義イコール大場義房氏だと思う東北では山菜の場合「ウルい」と呼ばれるが奥秩父の山梨県側今の甲州市の辺りでは「ッパという岩峠から狩坂峠へたどる間の「惟さ山」は「ッパがたくさんある山」というのでそう名付けられたと聞いた。 一瀬の山の屋で煮浸しや味噌汁をご馳走になったのが私の義母試食の最初だった茹でてマヨネーズなどのドレッシングをかけてもおいしいただし人がおいしいものは動物にもうまい食料に違いなく近頃は岩峠辺りのものはすっかり鹿に食い尽くされて夏になっても 竹吹きの黄色の花ばかり目立ち席日のお花畑の面影はなくなってしまった義母子についてはもう一つ注意しなくてはならないことがあるそれは毒のあるコバイケ青ソウヤギシュロソなどの新芽を義母子と思い込んで食べてしまう人が少なからずいることだ。 よく注意してみればそれほど似ているとは思えないのだがこれがそうだという思い込みは怖い日本産学会の古い会員だった神谷京さんにもその経験があって伊公州の「低山高尚明慶堂にその一部始終が「小梅桂層の毒」として収められているただし私はこの小梅桂層は もしかしたら青柳草かシュロ草ではないかと思っている私の知る限り雲取山周辺にコバイケ草は生えてはいないからだ」。<music>